ヘルナは下がってろ。待って、私も一緒に行くから無茶な行動は。じゃあ。ああ、聞いたかよ、ヘルナ副隊長の部隊の隊員全滅だってよ。ああ、だがヘルナ副隊長だけを責めるのは違う。責めてねえよ、力がない隊員の責任、命を懸ける以上はな。私がもっと冷静に現状を理解できていれば。ただ力があるだけでは仲間の命は守れない。私に求められるのは統率力、冷静な判断力、それらも必要なんだ。もっと、もっと、捨てないと、もう何も失わせないために。爆発で起こるエネルギーと地震の小さな肉体を利用したことで私は見失い、攻撃を許してしまった。このままだと同じ手段を使われかねない、ならまだ的が大きい方が戦いやすい。怪術。戻った、部屋戻してきたのか。地震の対策の誤差が生まれているこの間に近接で抑え込む、もちろん爆発対策は忘れない。キラ、走らないです。3、中戦士、ヘルナ戦士の大技、走らないで作を直撃。ここまで検討してきた中戦士も限界か。つい、これが、ヘルナ高手盤弱、冷静沈着、怪我すら動じない鋼のメンタル。これが東野の旦那が言う。強者かよ。副隊長っていうのは甘くねえ。そりゃそうだ、今まで背負ってきたものが違うんだ。俺みたいに考えなしに生きてきたんじゃない。仲間や市民を守ることを使命に心身を犠牲にしてきた人間なんだ。そんな奴相手に俺が勝てる要素なんて。諦めんなよ。お前らしくない。お前ならもっと。ヘルナ戦士、圧倒的有利な場面での警戒を解かず、中戦士から一定の距離と防御を取り続けます。もう相手は瀕死状態、無理にとどめを刺しに行く必要はない。近づけば弱点を狙われる可能性だってあるのだから。そ、やろう。勢いで来るだろ、普通よ。もう無理だ。体が動かねえ。血を出しすぎた。感覚もない。それでいいのか？目標なんだろ。それをそう簡単に諦めるのか。俺だって諦めたくねえよ。だけど俺の想像以上に甘くねえんだ。物語の主人公みたいなやつならここからかっこよく立ち上がるだろうさ。だが俺は違う。俺は世界を狂わせた大罪人だ。圧倒が半端な気持ちで夢を見たのがダメだったのかもな。わかってたさ。無謀だっていつも半端にしかこなせない俺が本当の覚悟を持っている相手にかなうわけねえってことくらい。俺は正義の主人公でもなければ、極悪な悪党でもない。今しっくりくるとするならそう。半端な、モブキャラ、だ。そんなモブキャラ風情がなんで世界を救うヒーローにかなう、そうだろう。で、さっきから誰に言い訳してんだ、お前。聞いてやー無理だの、モブだの、半端者だの言い訳ばっかりよ。へたれたもんだぜ、これがやり直した結果かよ。簡単に言うなよ、その時の俺は無知ゆえに自信過剰だったんだ、今は違う。ああそうだな、じゃあお前はそのまま諦めるのか。まだオーラが残ってて、五体満足にくっついてる状態でよ。何が言いたい？諦めるのは早いだろ、一年前もそうだ。まだ決着する前から諦めて抗うことなく自害しようとした。それからお前は何も成長してないのか。俺はお前にエールも送らねえし、褒めてもやらねえ。好きにしろ、このままへたれたままいるのか、醜くあがいてもがくのか。自分が望む道を選べよ。後先に人と後悔しないようにな。醜く汚くあがく、一度底辺に落ちた俺にふさわしいな。それ。そうだな、いつまでもカッコつけてても仕方ねえ。夢のためなら無様にあがいてやるさ。諦める、そんな引き分けのいい男じゃねえだろ、俺は。見せてやるよ、凡人が天才に惨めに無様にあがくざまをよ。見てろ、全世界の画面越しで無理と思った奴ども。俺が凡人でも天才を喰らえるってところ見せてやるよ。東野の旦那に唯一届いた大技だ。かわすなよ、副隊長がよ。ニトロアーマー。爆殺、爆人弾。捨て身の一撃、これを防げば私の勝ち。下手に触れたり、今のガードに慢心もしない、確実に落とす。ここは私の最大級の呪いでその感情任せの捨て身をねじ伏せる。ジュラオー、天卒地爆自兵の断り。と、まだ俺の動きを貫通するつもりかよ。何でもかんでもそううまくいくと思うなよ、天才が。うおおー。嘘でしょ、私の最強の呪いよ、それをなんて。うおおー。
急いで次の。次の。あ。仕方目が見えないせいで距離感が。今だ、今しかねえ。このチャンスを死んでも話すな。しつこい。ああ、俺は諦めが悪いんでね。地べたに張ってでも勝ちはもらうぜ。また爆発、それしか能がないの。ああ、だがもうお前を逃さねえし、話もしねえ。地獄の底までついてきてもらうぜ。新天使、ヘルナ天使にすでみの特攻に成功。そして互いに身動きが取れないまま大穴を作り、互いの逃げ道を捨てる。勝負をつける気だ。さあ、この勝負、最後まで行方がわかりません。どちらが勝つのか。怖い、辛い、苦しい。いつもいつもなんで私ばかり。出てきてよかったの。重度のうつ病だって聞いてたけど。でも副隊長の私が休むわけにはいかないでしょう。ヘルナは隊員たちには優しいからね。ジョルジュとは本当に真逆。彼は自分にも厳しいし、相手にも厳しいからね。知ってる、組織にはああいう人物もいるからね。でもヘルナ、あなたみたいに全部罪を請け負う必要もないんだよ。私は能力で耐えれるから大丈夫。それより隊員たちには罪の意識なくしっかり任務に集中してほしいからね。優しいんだよ、まったく。今回は見なかったことにするし、うつ病ってことは外部には一切漏らさない。だけど私は許容したわけじゃないよ。仲間の意思を尊重しただけ。もし次限界を迎えたら私だって容赦しないから、絶対に全権限使って休ませる。感謝するわ、シェイン。私も一度見た経験したからね。だから言っておくよ、いつかは向き合わないとダメなんだよ。ずっと目をそらしてばかりだと能力でもきっと限界を迎える。シェイン、私、ヘルナの笑ったところも怒ったところも泣いてるところも悲しんでるところも一度も見たことない。いつか見せてね。心が落ち着いて能力を解除できた時に。あの子はいつも適当だけど、絶対に人を見捨てない、見放さない子だった。確かに今の私は自分を偽り続けて、騙し続けて、能力を酷使して現実から目を背け続けている。でもそれは私にしかできないことだから。だから私は不必要なものは全部。おい、落としたぜ。落としたんじゃないわ、捨てたのよ。もうそれも私には必要ないから。必要だろ、これは。いえ、それを持っていても私はもう使うことも感じることもない。その重さにも耐えられないのよ。だからか、俺がお前の呪いを乗り越えられたのは。俺はバカで容量が悪いからよ。背負えるものは全部背負ってきたんだ。重たくて仕方ねえよ。なら下ろしたらいいじゃない。そうだな、でもこの重さが心地いいんだ。この荷物は俺しか背負えない。背負える奴がいない。だから責任持って死ぬまで背負い続ける。もちろん、お前の荷物に比べたら軽いもんだけどな。私の荷物なんて軽いものだわ。だって重たくなったら捨ててきたんですもの。もうどこにあるのかも忘れたわ。ならこれから探したらいいじゃねえか。いただろう、お前を救おうとしてくれた奴らがよ。俺にはお前の立場によるプレッシャーや責任なんて微塵も理解できねえ。だから手助けはできない。勝手なものね、羨ましいわ。だが、いずれ俺もそれを背負う。それが俺の目標だからな。恐れ入ったよ、正直舐めてた。副隊長、先輩の強さを身に染みて痛感したぜ。今は仲間に頼って、自分の力で捨ててきたものを拾え。だが何十年後には俺も一緒に拾ってやるよ、今回みたいにな。ふふ、相変わらず惹かれない言葉ね。でもそうね、任せてもいいかしら。ああ、任せろ、すぐに駆け上がってやるよ。もう、諦めるのは、やめたからな。決着。穴の奥で最後まで意識を保ち続けた新選手、ヘルナ選手の一瞬の引きを勝利に変えた。まさに起死回生の一撃。一回戦第二試合、勝者、東郷新選手。たくよ。ここで道影の野郎の呪いに助けられるとは思わなかった。最後のヘルナの呪い、先に道影の呪いがあったから上書きできなかったんだ。背負うのも悪くないだろ、ヘルナ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。
また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。